車が少々遅れておりますため踏切が閉まっております。踏切が開くまであと3分から4分ほどお時間かかります。ご迷惑をおかけしますが踏切が開くまでしばらくお待ちください。なお電車の信号は青信号になっているため電車は発車できる状態です。踏切内には絶対に入らないようにお願いします。